片付いてない部屋だけどさ、遠慮しないで入ってくれよ。へえ、これがメイジャーの部屋か。なんか意外だな。あ？な、何がだよ。いや、部屋のイメージがさ、お前のことだから、もっとこう、がっちり系な感じかと。がっちり系？ほら、部屋中にダンベルが転がってたり、鈍器や生肉が並んでたり。野蛮人かよ！そんな変な部屋に住んでるわけねえだろ！こう見えても、私だって女だぞ、バカ野郎！ごめんごめん。冗談だよ。メイジャーが実は可愛いやつってことは俺もよく知ってるから。てめえ、また私をからかいやがって。とにかく、早く中に入りやがれ！了解。じゃあ遠慮なく。じゃあどうする、隊長、なんか食べるか。いや、現地で少し食べたしな。まあお前が食べるなら付き合うけど。そうだな。そういや、私も別に減ってないな。だったら先にシャワー浴びたいな。いろいろ動いて汗もかいたし、お前も入るだろ。そうだな、隊長の後に入らせてもらおうかな。家主より先でいいのか。客より先にシャワーを使うわけにはいかないだろ。そういうところきっちりしてるんだよな。わかった、先に入らせてもらうよ。ああ、シャワーはこっちだ。ゆっくり浴びてくれ。しかし、自分でも不思議だよ。お前みたいな学生野郎に。そりゃお前、俺が魅力的だからな。何言ってんだよ、この貧弱野郎。っていうか、この辺か？あの時の傷は。え？お前はおかしなやつだよな。本当に。大して強くもねえくせに。嫌なことばっかしやがって。
大体私は G の人間で、勝手に突っ込んでピンチになった間抜けだったんだ。見殺しにしてもどっからも文句は出なかったぜ。いや、そうは言うけどさ、あの時はちゃんと助けられる勝算はあったし、そもそも所属がどこだろうと、中隊に来てくれた時点で仲間なんだ。俺にできることは何でもするさ。ねえよな。ん？なんだ？メイジャー。バーカ。指揮官失格って言ったんだよ。このアマちゃんが。それは言わないでくれよ。ちょっと自覚あるんだから。だからヤバい任務の時には私を連れて行けよな。絶対に命を懸けて、このメイジャー様がお前を守ってやる。命を懸けて？なんだ？私じゃ不満か？いや、ちょっと驚いて。嬉しいよメイジャー。これからも頼りにさせてもらうよ。当然、任せてくれよ。